キャシー・オドネルはアメリカ合衆国の女優。主にフィルムノワールの女優として知られる。しかしながら B 級映画が多くを占めたために彼女自身は大きな成功を収めたとは考えなかった。日本のフィルムノワールで共演したファーリー・グレンジャーは回顧録の中でオドネルをこれまでに出会った人物の中でも得意な存在だった。愛らしく恥ずかしがり屋で切なげで。 優美であったと評した。キャシー・オドネル、本名をアンス・ティーリーは1923年7月6日にアメリカ合衆国のアラバマ州、シェルビー郡シルリアにて出生した。12歳の時に一家はオクラホマ州オクラホマシティに引っ越した。オクラホマシティ大学に進学し演劇を学んだ。1945年にアンス・ティーリーは サミュエル・ゴールドウィンに気に入られて彼と契約を交わし、キャシー・オドネルの名を与えられた。同年に、天国と地獄で、ノンクレジット、ナイトクラブのウェーターでデビューを果たした。翌1946年に制作された、我らの生涯の最良の年では、ハロルド・ラッセルが演じる第二次世界大戦で、両手切断患者になった、退役軍人のホーマー・パリッシュの恋人、ウィルマ・キャメロンを演じた。 第9回アカデミー賞の選考でフレドリック・マーチは主演男優賞を受賞したが、彼自身はニューヨークに滞在していたために授与式には出席できず、まだデビューしたばかりのオドネルが、マーチの代理としてオスカー像を受け取った。1948年に出演した夜の人々で再び重要な役を任された。ザ・ミニバーストーリーでミニバー夫人の娘、ジュディを演じた。 ララミーから来た男では、ジェームズ・スチュワートが恋愛感情を抱く女性の役を演じた。アカデミー作品賞受賞作となる、ベン・ハーがオドネルの最後の出演映画となった。テレビドラマ、ボナンザ2964年に出演したのを最後に表舞台から退き、平凡かつ快適な家庭生活を送るようになった。1948年4月11日、24歳の 時に有名なエウィリアム・ワイラーと対立するゴールドウィーンはこの結婚に激怒し、オドネルとの契約を解除した。ワイラーとの間には子供ができなかったが、夫婦仲は円満であった。結婚からちょうど22年後の1970年4月11日に、がんが原因の脳内出血を起こし、亡くなった。カリフォルニア州グレンデールに位置するホレストローン。 メモリアルパークに埋葬された、霊界魔人ミスター X の一場面、ザ・ミニバーストーリーの予告編より、ありがとうございます。